静かに雨が降っていた。あの日、両親が死んだ。病気だった。集まった大人たちは口々に、悲しんではいけないと俺に言い、思い出話と来世の期待を口にしていた。君は、あなた。え？なぜ？何？ねえ。いや。いいかい？なぜ？それは20年後、その言葉の意味を理解したのは随分後になってから。俺がマイラの父親と同じ幾巴になってからのことだ。幾巴は死者と生者の間を取り持つ、いわば調停者の役割を担っている。
この世とあの世を行き来し、迷いと救済するのが幾智森の仕事だ。ここは鬼人で戦いましょう。カガチ、行ける？問題ない。そっちはマイラに任せる。ありがとう。なあ、だが、片付けるか。
世界を変えるか。行くともりよ。え？うん。あのね。行きましょう。立て直す。
長いは危険よ。私の勘は信じた方がいい。世界を変えるか。渡りするぞ。
よし。ねえ。それは。鬼人。いや。そんな。全てを貫いてみせましょう。障害は排除するのみだ。運が悪かったね。ふっ。貫いてみせましょう。覚悟はできているんだろうな。運が悪かったね。私と出会うなんて。任務も邪魔だな。Fuck!
せ。封印を解く。ここだよ。世界を変えるか。行くともりだ。あの、はい、ええ、ふん、あの、ダメよ。ねえ。おい。ちょっと。本当か？はい。なら。ええ。わかった。はい。いや。
はい。それでも。任せろ。はい。待っててね。いいな。うん。俺がやる。よし。悲しんではいけない。悲しみは死者をためらわせる。ためらえば迷い、迷えば生まれ変わることができない。だから俺たち幾巴は輪廻転生の祈りを込めて任務を全うする。この国ではそれが断りだから。おい、なあ、ちょっと、はいはい、もう、いや、おい。二人とも、大丈夫。まったく。そうだ。おい。おい。もう。いい？ありがとう。
じゃあね。おい。どうした？やつら。それで？それは。そうか。たく、お前は？二人は？行くわよ。では。よし。世界を変えるか。